みんなの美容課金知りたいです。美容課金ね、僕はほとんど課金しないです。もうメイク道具とか、もう化粧水ミルクもそんな大したもの使ってない。プチプラなんで、なんかしてます？僕アーモンドミルクです。アーモンドミルク何してる？ずっと僕カフェラテを牛乳で飲んだんですよ。はいはいはい。牛乳で飲むと本当に結構肌が荒れたりとか体重がやっぱ増えるんですよね。でもアーモンドミルクにした瞬間ニキビ一つこの半年間一個も出てないですね。すごいやん本当に。確かに顔綺麗になったもんね。なんかむき卵みたいな感じで、ね、再会して初めて見えたことが肌綺麗くなりますね。そうね、確かに綺麗になってるわ。いただいてます。辻さんは？僕はめちゃくちゃ高いですよ。だって化粧水とかも使ってるの1本15万のやつ使ってます。マジで？何が入ってるんですか？再生石です。歯髄幹細胞、歯幹細胞とか、はいはいはい、もう特許取ったいいやつ使ってます。そうなんだ、ね、はい、あのアメリカのセレブとかって子供が恐怖になった時に出るなんかホルモンかなんか知んないですけど、それをなんか化粧品とかにしてやってるみたいなの知ってますよ？それ知らない。知らないですか？これなんか本当にあるみたいです。忘れましたけど、医薬品の方が絶対いいはずないけどね。化粧品ってもう限界あるから。でもやっぱ高いものって良くないですか？もうぶっちゃけ。あ、そうか。はい、高いものやっぱいいっすね。僕やっぱもともとイソフラボン使ってたんですよ。1本300円とか400円、あれでも高い方なんですよまだ。でもそのルビーっていう化粧品が僕一緒に仕事やらせてもらってるところなんですけど、使ってからもうレベルが違うんですよ。ほんとレベルが違うんです。結局でもワセリンで十分よ、保湿するのは。してる？わかんないっす。ベタベタになるけど寝る前にこうワセリン塗ってたら。ワセリンっていいんですか？体に。ワセリンは別に体にいいよ。子供とか使いますもんね。あ、そうなんですか。そう、化粧品会社の女の人に聞いたけど、結局は化粧品なんてどれも同じって言ってたよ。まあある程度はやっぱりこう成分一番多いの水じゃないですかね。そうそう、結局はね。まああとは保湿できるのにちょっとベタってしてるかどうかとか。そうなんでしょう、アーモンドミルクは一番いいですよ絶対に。ビタミン入ってるし、スタバでも僕絶対アーモンドミルクですもん。ああ、そうなんだ、はいはい、アーモンドミルクは絶対肌綺麗になるんで、はい、健康オタクやよね。僕超健康オタクですよ。すごいよね、はい、今日だってマクドナルド行ってハンバーガー食べてないですからね。何食べたの？サラダです、バナナと。へえ、僕これさっき食べますって言っても大丈夫です何にも食べないですから。すごいよね。それでも楽しい食事？正直言っていいですか、全然楽しくないです今日の会食みたいなところは食べるんですか？あ、今日食べます、食べます。今日は全然食べます。人生の楽しみ減らして寿命伸ばしても俺楽しくないなと思うけど、どう？なんか目先の欲より先の欲取りたくて。先の欲って何が？例えば今日ここでハンバーガーを我慢することによってまた体が引き締まる、その積み重ねが綺麗な女性とにモテる、そこに僕は欲を拡大。モテたいんだ。モテたいですね。ずっと言ってますから。ずっと言ってます。もうこれはずっと言ってますから。女の子意外とでもお腹ポコって出てても可愛いって言うよ。人によっては。まあまあそうか。で、竹原さんと一番最初 YouTube 対談させていただいた時も、竹原さんに、あ、モテたいですよね、辻さんって言われましたもん。モテたい人ですよね、みたいな。竹原さんはモテたいの？僕も子供3人いるから、正直、あまりもいいかなって。本当に本当に本当にいや、竹原さんね、これマジですよ。そうなんだ。ただ、まあまあまあ遊びたいと思いますね。遊びたいと思う。遊ぼうと思ったらモテないと遊べないでしょ。いやいやいや、いろんな遊び方ありますから。この人、金に物言わせたから。もう、おとついで、おとついの、あのクラブで僕ら接待に280万使ってくれたじゃないですか。あれで、この人、金で物言わせたらと思いましたけど。思った思った。なんかもう、バンバンシャンパン入れてさ、電光掲示板に竹之内、辻、ウェルカムってきて。そう、そこまでやらんでいいのになと思って。何言ってんだ。いやいやいや、びっくりして。